去年かな。去年3億年ぶり。あ、じゃあ生誕祭ありましたね。結構経ってる。17日。すいません、ラムネ食べてました。めっちゃ前に買ってたラムネが今パッて見て、あ、あるんやと思って今食べてます。お久しぶりですね。うん、10周年のグッズ、ゆうちゃん申し込んでありがとう。ラムネの缶か。何買ったっけな。なんかグミかアメちゃん食べたいなと思った時に、ラムネが目に入ったからラムネ買ったかも。今月はね、ユーミンプリケツやな。んどこでどこで。今日は新しいに注文したって、ありがとうございます。そう、まずはね、髪の毛染めました髪の毛染めてきました。23日まで持つかなこの髪色。すぐ私ね、抜けるの早いんで。はい、そう、昨日のね、深夜1時に ABC テレビさんにて、そう、NAB のね10周年の特番のテレビがあったんですけど、深夜にあったんですけど、それにね、ゲームコーナーでなんかお尻を当てるみたいな、そう見ました。そうやね、関東は見れないね、確かに。そう、それの吹き矢をね、そう、渚が、同じチームやのに渚が、あんだけ私のお尻触って叩いといて、外したっていうね。あれは、普通にしてるのと、プリってケツ出すのは、だいぶ違うから、そう。それわからんなと思いながら。ゆうちゃんいつもクイズコーナー選べるんやねん。そうやねん。いつもやねん。いつもやねん。ほんまにやめてほしい。嫌やねんな。全然わかん。ガチの問題すぎて。なんか、京都の常識クイズやってんけど、京都のことも知らんし、常識クイズなんてもうもっと知らんから、もう、アケートすごいなと思いながら、ずっと聞いてた。ビリビリはなかったけど、何て言うっけ、罰ゲームで鼻の割り箸に鼻につけるやつはやりました。せやねん。でもクイズマジで選ばれるから、なんでクイズにしたやろうと思って、辛いやつが食べたかった。私はせやな、ケイトはね現役やから。昨日はそういう番組がありました見てくださった方ありがとうございます。本題に入りましょう。皆さん、まずは
私22歳になりました。22歳になったよ。えーい、おめでとう言っていっぱい。え、かわいい。何この3人3、え、何これ1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、6個の段差ぶるやん。これも6個のクマちゃんがある段差ぶるやん。もう色合いが、イエーイ、22歳になりました。嬉しい。今年もね、皆さんが盛大に、まあ、あの拍手とかでおめでとうって言ってくれたのがすごい嬉しかったし、コメントとかも画像とか動画とかね、いっぱい作ってくれてほんまに嬉しかったなって。ありがとうございます。せいで22歳ですよ。あー、いやいや、年取るのが嫌やと思ったけど、22歳になりました。ケーキ食べたよ。こんなでっかいケーキ食べました。めっちゃでっかい。あとまたインスタに投稿しますけど、ちゃでっかいケーキ食べました。22歳、でも22歳はいいスタートを切れたんじゃないかなって思ってるし、そう、21歳の時どう何してたっけなって、なんか1年振り返ってみていろいろあったんですけど、うん、まだまだ若い、うん、まだまだ若いのよ実は。そうなの。いや本当に今回の24枚目のシングルで選抜復帰しました。本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。嬉しい。本当にもうね、まあ生誕祭でも言ったんですけど、ずっとまあアンダーガールズに2年前に入らせてもらって、いろいろねお仕事でもいただいたりとか、本当にあもうちょっとで届くんじゃないかっていうところで全然ねうまくいかなかったりとか、本当にそれがずっと続いてたから、自分の中でもどうしようかなって思ったし、やっぱりそれも含めて、正直やめたいなっていう部分はありましたね。なんか自分の中でやりがいを感じないっていうか、そう、そういう風に思ってたんですけど、やっぱりねファンの皆さんがなんやろ、ずっと支えてくれてたし、ずっと応援してくれたりとかしてくれてたからこそ今の私がいるし、こうやって頑張れてるんだなって、本当に皆さんには感謝でしか、もう感謝ばかりです。本当にありがとうございます。みんなのただいまでおかえりっていう声が聞きたかった。私はこのご時世やからちょっと言えないからね、あれやけど、あのオンラインお話し会でぜひ言ってほしいなって思います。いや本当に諦めなければ、諦めかったら、え、あ、諦めん、何言おうとしたっけ。諦めんくてよかったなって思う。そう、なんかほんまに私波激しい人やからさ、めちゃめちゃ。そうでもね、もうちょっとっていうところで、いつのタイミングで来るか分からへんから、そう、頑張ってきてよかったなって思うし、これからなので、これが終わりじゃないんで、これから自分の気持ちも気を引き締めて常連になれる、なれるようにもっともっと頑張りたいなって思います。嬉しい。みんなもね、ほらファンも諦めてないからね、嬉しい。
努力は嘘つかないね。本当に本当に証明できる人になりたい。もっとこれを1回にするんじゃなくて継続してみんなにいい影響を与えていきたいなって思うし、やっぱ自分だけではね突き進んでもあれやから、ファンの皆さんと一緒にこうやって目標を達成することって本当にすごい快感っていうか、すごい嬉しいなって思いますね。いや本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。そう、今のね24枚目のシングルの序列が一番下やから、これを徐々にどんどんポジションを、私の次の目標は選抜常連になれる、なることと、もちろんずっと握手会お話し会が出るたびに全日完売はさせたいし、もっといろんな人とおしゃべりしたいから、その目標は変わらずで、そのステップアップして自分のその選抜のポジションをもっと上に上に上にとどんどん上げていきたいなって思います。でもその中でも、選抜にいる、ただいるんじゃなくてもっと存在感を残すためにお仕事とかいろんなことにチャレンジして、もうなんか何やろな、自分には無理って思ったものをどんどんチャレンジしていってね、味わってみないとわからないから、いろいろやっていこうかなって思ってます。ちょっと今はコンサートに向けて絶賛リハーサル中なので、徐々にね、そう、みんなと一緒にもっといい景色を見ていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。歌が上手くなったよね、ほんまに？ありがとうございます。もっと上手くなりたいのよ。任せとけって、うわー、もうそのね、ことも言葉、もうみんながね、行動に移してくれるから、すんごい支えられる、めちゃめちゃ本当に。そう、皆さんもね、言葉だけじゃなくて本当に行動にも移してくれるから、それがすごい支えになるし、すごい私自身ももっともっとみんなのために頑張ろうって思えるし、一緒に喜びをね、みんなの人生にいいものを与えていきいける人になりたいなって思いますね。選抜発表されたとき、ゆうちゃんの名前が出た途端、叫びと感動が入り混じって鳥肌だったようで嬉しい。ありがとうございます。フィーリングカップル面白かった。ありがとう。振られたけど、まさかの裏切りが。いや本当にそう、誰かのためにって本当に強くなるよね。本当にそれは思う。なんか、ずっと自分に対して必死やったし、自分がこうって言ったら、まあそれでもファンの皆さんはついてくれるじゃないですか。もう自分しか見てなかったから、ずっと今まで。やけど、こうやって応援してくださる皆さんとか、支えてくれるスタッフさん、家族、メンバーのことを、思ってやるのもそうやし、自分の夢を叶えるためにもこうやってついてきてくれる人がいるのを考えると、さらにもっと強くなろうって思うし、頑張ろうってめっちゃ思えるから、すごいなって思う。すごいなって。夢に色がない理由、感動した。そう、夢に色ない、夢に色がない理由をね、生誕祭の時に歌ったんですけど、ちょっと歌詞を飛んでしまったんですけど。そう、それはまず珍しいねって言われて、その選曲をしたのも、衣装を、創造の詩人の衣装を
イランダの珍しいねって言われて、まあ、何やろうな、今まではずっとかっこいい私を多分皆さんにねずっとお見せしてたので、なかなかなんかワンピース着たりとか、今衣装でしかあんま着ないからあれなんですけど、まあ、想像の詩人の衣装はなかなかめったにね、想像の詩人の曲を歌わないと本当に着れないから、あれはそうやし、まあ、22歳になったからワンピースがいいなって考えた時に想像の詩人の衣装が思い浮かんで、夢に色がなり理由は、まあ、歌詞もそうだし、私が初めてチームNに、山本チームNに昇格させていただいて、マストビーナウが初選抜だったんですけど、でその何て言うっけ、収録されているそのマストビーナウの CD の収録されているチームNの曲が夢に色がない理由なんですよね。そう、それもちょっといろいろ思い出深いなと思って、選抜復帰した後だったのでその歌をしましたにしました。で歌詞がいいからね、本当にそう、夢に色がない理由は本当に歌詞がいいから、エモかった。あー確かに想像の詩人かと思った。あれはちょっと一人で歌うのはな、違うなってなる12人で歌うからいいんですよ、あれは。そう、詩人メンバーと一緒に歌うのがね。でもあれは一人でも歌ってもいいなって思うけど、私個人的に、なので皆さんも私の元から離れないようにしてくださいね。そうだよ、ルリリンとママ、ママは毎年書いてくれてますね、本当に。今回いい内容書かれへんかったわって言ってた今年のやつけど私は嬉しかったです。毎年言ってるかも、今回いいあの内容書けへんかったわって言ってるかもしれん。ルリちゃんからは嬉しい、最初誰なんやろうと思って、そう、そしたらルリちゃんやったから、ルリちゃんからも LINE 来ました。うん、そう、ママのお帰りがずるいすぎひん。そう、私はもう中22歳になったからもう強く行こうと思って泣かないでおこうと思って、まあティッシュのあの予備絶対泣くやろうなと思ったからティッシュ箱をこうやって抱えて持って行ってんけど、そう、ママの手紙では本当に毎年泣かされるから絶対泣かんとくと思って、お、最後まで行ったと思った瞬間にママからおかえり、ゆうちゃんおかえりって来たから、ふわーって来ましたね。あれはねダメですよね、ずるいわ、あそこに来ると思えへんかった、あの当時笑ったそう、でももうギリギリなんですよ、ちょティッシュ箱持って行っていいですかって言って絶対涙崩壊するから私、やばくない、だってまずあやてぃんの卒業でもないでしょ、ゆるりのリターンズ公演でもないでしょ、で2期の公演でもないでしょ、んで、ルリちゃんの卒業公演でも泣いたでしょ、自分の生誕祭でしょ、どんだけ泣いてんの私って思うよ。21歳いっぱい泣きましたね、全部泣いてるな、うん、忙しい忙しい、ほんまに。そうね、サイちゃんも卒業発表して、なんかね、最初は聞いたときは感情がね忙しかった、なんか本当に
ギリギリ、まあ、結構前に2期公演したいねっていうのは話してたんですよ。でも、まあ、都合なんかまあコンサート入るし結構あもうやらんのかなと思っててんけど本当にギリギリに決まって、そうでさいちゃんとお仕事一緒になった時にあの2期公演で卒業発表するねって言われた時はもうええってなった。えってなんかねあのな実はなって言わずにあのさ2期公演で発表するねって普通に言ってきたからさもうなんかええってなって私さえちゃんってなってそうそこで、まあ、2期公演する前に聞いたんですけど、うん、その時はね驚きの方が大きくてまだかなと思ってたからさえちゃん私自身がさえちゃん卒業はそう驚きすぎてえってなりましたね。でもね実際いざあの場で発表されると結構きます。うん、そうだね結構きますね。そう全部自分がまとめなあかんしそういう言葉を言わないとなって思ってもなんかいろいろやっぱりずっと一緒にやってきたから感情が激しかった。知ってても辛いよ本当に。曲中に泣くんちゃうか自分って思ったけど抑えれました。そう抑えれましたね。なんかほんまに N のメンバーが卒業しすぎてまあね経歴だったり大人メンバーが本当に多かったからそれはねみんな卒業のことも考えてるし次の道のことも考えるから構えはしてました。絶対にほぼいなくなるだろうなって。だけどこんなに淡々と卒業発表されると思わなかったし自分自身もすごいあのメンバーやったからこそ安心できてできたことだったりとかみんなに言わなくてもちゃんとやるメンバーだったからこそ自分の安心できる場所があったから、ね、いざそのメンバー支えてくれるメンバーがいないって隣にいないって思うとすごい苦痛でしかなかったしもうその分ね後輩メンバーも入ってきてチームに昇格してみたいなその分教えてあげてとかいい背中を見せてっていうのを気張らないとダメじゃないですか。そう、それがねなんか教えていける先輩メンバーがいなくなるのもそうだし、うん、こんなに早くいなくなるとはなと思ってまあ、仕方がないことだし、まあ、次のみんなの道もちゃんと応援してあげたいなって思うしやっぱ副キャプテンとして本当に川上チームのことが大好きやったから今も大好きだしなんか今後輩メンバーは多いからこそ何かちゃんと自分ちゃんと一人一人の輝ける場所を作って言ってあげないとなっていうのをすごい最近考えてて、そうだからね私もね今の自分の場所じゃ何やろ、うん、ちゃんとみんなを支えられないなって思ったから自分がもっともっと前に出てみんなのことを支えて輝ける一人一人が輝けるようにしていきたいなとは思いますね。
いやだって初期チーム川上チームの初期のメンバーが4人しかいなくなりました。やばくないですか、もう4人ですよ。こんなにいなくなったと思ってびっくりしました私そうだよ、あんだけ、ね、16人でしたよね。あれ何人でしたっけ最初。16人か。びっくりじゃね？びっくりじゃない？そう、私とチヒーとナノホとリカティです。いやすごいよね、すごいねみんな。ね、なんか私が最近イラッとした話聞いてもらっていい？最近イラッとした話、私がちょっとハッてなった話聞いてくれますか？私はもう素直に全部言いますけど、なんやろ、まあね、ファンの皆さんは表上の私たちしか知らないじゃないですか。でもメンバーはもちろん一緒に活動してるから表も裏も知ってるわけじゃないですか。でもそれを私がメンバーに対して発言をするとなんか、まあ気に食わない人がいるんですかね。何言っとんねんって、下っ端のお前が何が言っとんねんってって言ってる人がいてたんですよ。とかメンバーに対する結構言う人とかいるじゃないですか。それに対してあんたらは何を知ってるのって。私はメンバーの裏を見て、表上とか裏と表上を見て一緒に活動していく上でこう言ってるのに、なんでそうやって、まあ言うたらアンチですよ。そう、メンバーに対して私は別にいいんですよ、もう言われるのも慣れてるから、もう自分の中でもメンタル強くなったからあれなんですけど、メンバーに対して何も知らないのにそれって言わんといてよって最近ちょっとイラッとしちゃってそう、最近ちょっとね夜中にはぁと思いながらそう、何を知ってんのって、そう最近イラッとしたことです最近イラッとしたこと、それまあね、それをなんやろ、まあ仕方ないよ、言われるのもしょうがないし、こういう世界やから言われるのもしょうがないけど、なんやろ、なんかもうちょっと言い方あるんじゃないかなって思う。ほんまに興味がないんやったら別に書かなくていいし、でもその人の生きがいなんでしょうね、書くことが、それがストレス発散になってるかもしれないけど、私は言いたい、メンバーの何を知ってるの。本当に NAB のメンバーはすごいいい子ばっかやし、みんな頑張ってるんですよ。みんな頑張ってるけど、まあ、それがね届かないのがちょっと悔しいなって思った。自分の中で届けれないのがすごい自分の中でも悔しいなって思ったし、それをちゃんと、ね、伝えられないのも悔しいなって思いましたね。私の最近のイラッとした話、ゆうちゃんエゴさしすぎやんあはバレたいや違うね、別にな、
いろんな意見を聞きたいの私は。そういろんな人の目で見た、ん？いろんな方、ん？いろんな方が見てくれてる私、ん？なんて言ったらいいの？日本語が分からへん。いろんな方が見てくれてる私の意見が欲しい。あれ、合ってる？日本語大丈夫？私合ってるかな？ショールームで発散して聞きますので聞いてくれますか？私の愚痴を大丈夫？伝わる？わかる？そうをいろいろ聞きたいから私は見るようにしてるんですよ。そう、ああこういうの悪いねんなとか、自分のちゃんとした気持ちだったり意見だったりをわかるから、それを見て、そうそれをね見て傷つけたりとか、自分のことがなんか落ち込んだりとか、ほんまにもう無理、精神的に無理ってなってたらほんまに見ないんですけど、それがなくなったから、私が自分自身、そうそれ第三者からの目が、そう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 、第三者から見た自分ね、そうそれそれが痛い。そう、まあ、分かってるよ、人それぞれっていうのも。なんぼでも愚痴ったらええねんって返せる。うん、まあそれはね、言う人は一部なのであれなんですけど、でもその一部の人にもね届けたいなって思うよね。変えていきたいね、その人に対しても。だから NAB がもっと大きくなろうっていうことですよ。そういう姿勢取れるゆうちゃんが好き、キュンです。よくまとめだね。ラムネ美味しいね、普通に美味しい。なんか久々に食べた。グミとかラムネ、グミラムネとかこういうの食べると止まらなくなりますね。ゆうちゃん24日のあかりちゃんのコンサート出る？僕見に行くけどって。出るよ、私のことも見てくださいね。ラムネ最近常に持ってる。マジで？イエーイ、ビビー。次世代は出えへん、ごめんな。次世代メンバーちゃうねん、それはごめん。あかりちゃんゆうちゃんのインスタにコメントしてたでって。最近の投稿ですか？嘘。後で見に行こう。次世代メンバーちゃうねん、22歳おるのに。次世代メンバーに、次世代メンバーじゃなかった私。いた、待って、足つった、痛い、やー、待って、これどうしたらいいの、足つった時って痛い。久々に撮ってんけど足、え、足つってんけどどうしたらいいの、これびっくりした今、びっくりした。めっちゃ痛かった今、足こんなんなってたね。こんなんなってた。
ストレッチ大事ですよ皆さん、ちゃんとストレッチしましょうね。最近マジストレッチしなさすぎてサボってます、ごめんなさいびっくりしたな、ごめんね。なるの早かった、そんなピン、そんなあれじゃなかった。水分不足だとするよね。え、そうなん、私めっちゃ水分取ってんで。皆さんちゃんと私のオンラインお話し会撮りましたか？ミネラルとかも大切だよって。へえ、そうなんだ。あ、いっぱい、お前やいっぱいかいっぱいみんな撮ってくれてる、わあ嬉しい。あれ撮ってません、森田滝さん何してるの何してるの、予定がわからないのかな。2時からします、ありがとう。まだです、あれおかしいな。完売する前にみんないっぱい撮ってください。あ、あかりちゃんからの、頑張るんだぞ、でもゆうちゃんはもうすでに頑張ってる、バイあかりって書いて、まさひろさんが多分インスタのコメントに書いてたのをこっちに抜けてくれてる。そう、嬉しい、あかりちゃん、なんやろうな、難しいな自分の中でも。うん、頑張るのって当たり前じゃないですか。うん、どうやったら伸びるんやろうなって自分の中でも思う。さえちゃんのまま、めゆうちゃんのことよく書いてる、嘘、かわいい、あんま普段言わへんのに私の対して、そう、目の前で本当に言わないから、あの子さえちゃん真ん前で言ってるのね。それはね、発信大事よね、発言なんかしたいっていうのも大事だし、それはそっか、いろいろやってみてやな。なんかもっと自分の可能性を信じて、であかりちゃんにもね、そのビデオメッセージにもいただいたから、そろそろ退出しますねやって、あ、ぶちたい焼きさんありがとう、おやすみ、またね、来てくれてありがとうございました。なんかゆうちゃん見てたら自分って全然やなって見ちゃう。私も全然ですよ、まだまだまだなんやろ、なんか今言いようとしてて忘れちゃったな。うん、しおりちゃんもゆうちゃんの選抜もばめで喜んでたな。うそー、みんなほんと私の目の前で言わないのね言わないんだね嘘やん、嬉しいな。しおりちゃんね、水田しおりちゃん頑張ってますよね、すごい、なんか本当にみんな一人頑張ってるから、うん、全員が全員ね一緒の位置には立てないから、なんかいい環境、なんか環境だけでもやし、一人、まあ一人一人がちゃんと輝ける場所を作ってあげたいってもさっきも言ったけど、そう思う。でも私たちがどうその子に対して
動かしてもやっぱり頑張るのは多分自分自身の問題やから、ずっと支えるわけにはいかないし、自分の意思で動いて自分で考えてやってとか、今後そうやってしていかないと、ね、ずっと周りが同じ人が支えていくわけじゃないからね。私も困ってます今すんごい嬉しい。今回の選抜復帰もすごく嬉しいけど、次が怖いなっていうのが自分の中である。もう次のことも考えてる。なんかここでは、満足してないし、浮かれてない、浮かれる様子、浮かれる、マスビーナの時はバリ浮かれてたけど正直言うとバリ浮かれてたけどちょっと調子乗ってましたね一度ねそれを学んでるからこそ、まあ、自分を信じてやりたいことをとことんやってみないとね、わからないからね。やります。ほんまや、うかうかできひんなって書いてる。ほんまや、みんなもうかうかしたらあかんで、ほんま絶対あかんで。ダメだよ、うかうかしたら。いいね、この うかうかうかのキャッチフレーズいいな。めちゃめちゃ便利。ブレない伊勢さんで言ってないって、大丈夫。明日みんな仕事かな。あれ、明日って日曜日ですか。うん、日曜日や。日曜日お休みかな。私はお休みです。ウーカのグラビアをウカウカしたいってなんかモテたな、ブドウ。仕事ね。じゃあ明日もショールームしようかな。明日もショールームしよっかな。何時くらい、何時くらいがいいやろ。7時?6時かな。おお、結構遅いな。7時ぐらい、9時ぐらいって遅めが希望なのね、みんな。んー、じゃあ8時で。9時ぐらいの人が多いな。9時ぐらいの人多いな。でも最近私早く寝るようにしてるからさ、8時からでもいいですか。9時できれば朝の5時から。なんでやねんするか朝の5時から配信はもうしひんわ。さすがにもう無理や私。じゃあ明日の8時で、8時、明日の8時で1時間、約1時間ぐらいかなにやろうかなって思ってますので、
別にね、あそっか、いや、なんもない。仕方がありません、8時からで、めっちゃ上からやん。朝の8時じゃないよ、夜の8時だよ。寝てるわ、私爆睡してるわ。あ、ダンサムラのクリアファイル届いたよって、あ、みんな、そう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 、私の生誕 T シャツちゃんとゲットしてくれましたか。今回のバンババーン、今日着ていたからこれレッスンで、めっちゃ可愛いない、今回後ろはあれやけど、コップも自分で作ったコップも、よくない、可愛いない、これ自分で描いたんですよ、すごないですか、自分でもすごい上出来やなってめっちゃ思うもん。思わん、めっちゃ今回お気に入り、着やすいし黒やしシンプルやし、これを普通に T シャツに着てもめっちゃ可愛いってことで、もう一個はママにあげますXL、 これは L ですと、 XL2 つ合計3つ、ママがパジャマにするわって言ってたおしゃれでしょ今回の。家まで帰り、生きて帰りました、ありがとう。そこまで言うなら明日買いに行こうかしら。あれ、まだ買ってなかったの、あれ、メンバーにあげてないん、うん、あげてないあげてない、言えてない、自分用とママ用。もう一個のやつは L が普通にまレッスン着できるよう、 XL がパジャマ用にしようかなって思ってたりとか、もうコンビニ出かけるときにめっちゃいいやんと、ワンピースにしたかったから、そう、自分用あげてません。え、コップ、あ、私まだコップもらってないねんな。コップのやつはさ、持ってる方いますか。あ、まだなんだ。あ、まだまだ来ません。あ、まだなんだね。一回あれしてほしい、どんなあれになってるの、私見てないからさ、もらおう私。そう、あ、11月ね、なるほどね。そう、今回コップにした理由は、じゃ本当はね、あの形じゃなくてちゃんとしたホット、まあ冬になるからホットのボトルにしたかってんよ。そう、でもそれがちょっと無理でってなって、そう、あの形になってんけど、そう、なんであれにしたっけな、コップ。ただ単に多分私がコップが欲しいっていうのもあるし、自分専用の、そうやし、結構私水とか飲むから、そう、もう結構ペットボトルが増えてきてるからさ今。そう、自分専用のコップ、タンブラー、そう、あれはプラスチック、そうそうそう、多分それプラスチックやと思う。私もまだ見てないからさ、完成品を。そう、自分が欲しいから作りましたデザインも可愛いでしょ、ちゃんと鉄砲玉って書いてるから。そう、普通に自分専用の名前入りの、多分みんなの家には多分コップがいっぱいあるんやろうなと思ったけど、
いろいろ考えてコップにしちゃいました。お空にしましょう、ぜひ。だからもしかしたらショールームで出てくるかもしれない、あのコップで飲んで。指に何個買えばいいんですかって指に、指に、うんうん、何人家族ですか。家族であれ使ってて面白くないですか、うん、どれが自分のかわからんくなるよな。だからぜひね、生誕のグッズも、生誕 T シャツもいろいろ、タオルとかね、いろいろあるんですけども、気になった方はぜひお買い求めください。あとね、もしかしたらね、11月に何かあるかもしれないです。またまた石田ゆみ出るんかいってなるけど、おーいってなるけど、ちょっとね、これはちょっとすごいな、私すごいな。そう、でもみんなにはね、分からん、なんかこんなに嫌かなって思っちゃうねん、自分の中でも。11月お楽しみに。これはね、普通に自分たちじゃなくて話が降りてきました。というわけで11月お楽しみに。今の DMM の、DMM の欄、ほぼゆうちゃん、まだそんなに、ほぼ私じゃない、私も DMM 開くために、あ、全部出てる私と思う。やばい、M ステの司会ってやばすぎるやろ。やばすぎるやろ、それは。重大発表ですよ、そんなの。毎日寝る前にゆるり公園見てから寝る。かわいい、ありがとうございます。毎日どれか見てる、嬉しいね。いや、髪切ったっていう練習しないと。タモリさん、髪切った、ゆうちひろずっと残してほしいって。あ、犬ダッシュ、わかる、犬ダッシュいいよね。あ、模範じゃないか、みんな眠たいですか、眠いかな、3分ぐらいで半になる。これだよ、ラムネのガサガサの音だよ。明日休みの人多かったな、そういえば。ちょっと眠い、これからいろいろやることあるんじゃ。いや、寝ます寝ますやることは明日、やります。今はもうやったらもうやばい、もう頭カーってなる。
こういう時を寝ようと思って。夜はこれからだよ。お腹なった。お腹がギューンってなった。明日ゆうちゃんおったで遊ぶからゆうちゃんも来ます。そうなん？何して遊ぶんですか？聞こえたな。私この前もそうやったな。お腹鳴ってたな。あったね。あ、私ねインフルの予防接種受けてきたんですよ。今ね、中古院ね、書いてて、あ、かゆいなと思ってた。そういえばそうやった。お腹空いてない。さっき食べてん。たぶんお腹が消化してる、今。ゆうちゃんの行ってたお店行く？嘘。私が行ってたお店って何？私、今回晴れなかったんですよ。で、今回、去年よりかは、針が太くて、そう、去年、みんなね、今年の方が痛いって言うねんけど、私そこまで痛くなくて、なんか、去年の方が多分まだ痛かった。めっちゃ腫れてたし、でも今年全然腫れが引くのが早かったし、むしろ、なんか、いや、ほんまにド M 発言するけど、気持ちいいってなった。気持ちいいってなった。確かそうやったはず。針の太さがね変わってた。なんか前マジでド M 発言したけど、なんかね、前は痛い痛いってなってたけど、痛いって感じだったけど、なんか今回なんかシューン、あ、痛い、うん、でも気持ちいいって感じやった。変やろ、私ほんまに変やねん。おかしいんやと思うねん。苦手やから嫌の多い。でも苦手で受けない子もおる。あ、これまとめられる？やばい。え、そんな？そんなのかな？なんかね、やっぱ私変やと思う。なんかいろいろに対しても変やと思う。寝るときは、普通自分の家で、自分の部屋で、ぐっすり寝れるのに、他人の家の方がぐっすり寝れるんですよ。もうこの針のやつもでしょ。寝るときは怖いことを考えて寝てるでしょ。他なんかあったっけ、私おかしいところ。吹きがね、吹きが違う。まださ、場所が違うやん。お尻やで、腹筋やで。お尻は嫌ですよ、そんな。できもんできますよ。まだ腕やったらさ、何回か打ってるからやけどさ、初めてのところに針を刺すってなったらちょっと怖い。しおりちゃんとなみみと一緒にせんといて、私そこまでド M ちゃうから。やめて。ほんまにやめて。あの、そんなしおりちゃんみたいに誰かのピンヒ、え、誰かが履いてるピンヒールに踏まれたいとかそういうの全然ないから、やめてくれ。ナミミ分からん。私ナミミさ、ド M って聞くけどさ、なんかド M 要素がまだ出てないから、そこまでド M なんやろこの子ってめっちゃ思う。でもめっちゃ面白いらしいよナミミ。まだ出てないだけでほんまに面白いらしい。ゆうちゃんは NAB1 のへ、んた、いて、ミルさん。それはミルさんが一番変態やから。私全然。ミルさんの YouTube 見てください、皆さん。
ごいよね。いろんな個性があっていいなってめっちゃ思う。見てて楽しい。思った。水にダイブするのほんまに思った。ええー、ってなったよな。おもろい。いろんなミルさんが見れるから、すんごいおもろい。そう、みんな違ってみんないい。変な人が多いよ、ナンバーほんまに多いと思う。でも言うてそんなさ、若手のみんな別にそんなじゃなくない？変な子多くなくない？結構みんなおとなしめっていうか、もう隠してるだけなんかな、まだ。うん、猫、はあ、アイドルって感じ。うん、こんばんはって。けど、お、初見さんいらっしゃい。あ、久々にやった。これそうやねん、ベテランメンバーがやばいと思うね。もう解放しすぎて。お、初見さんいらっしゃい。どうも。喋ることなくなってきたから、明日喋りましょう皆さん。ラムネはね、なんかあるんやろね。いっぱい入ってるもんだって、ここに何個あるんだろう。明日までに残しててね、ラムネ。無理です。今日中に全部食べちゃう。じゃあ皆さん、今日はお久しぶりの配信でしたが、見てくださりありがとうございました。お誕生日と選抜復帰のお祝いコメントありがとうございます。まあ、みんなラムネ買いに行かなって。本当にありがとうございました。皆さんもね、あのお仕事とか学校とか大変だと思いますが、私が頑張って癒されるように、癒されるか分からないけど、癒していけれるように私自身も頑張りますので、これからもついてきてほしいし、もっと私に力を貸してほしいなって思うし、それに対して絶対に損させないし、楽しい皆さんと一緒に楽しい人生を歩みたいなって思いますので、これからもお願いします。ありがとうございました。みんなありがとう。おかえりなさい。やった、ありがとうございます。ただいまです。遅れましたが選抜期おめでとうございます。ありがとうございます。ずっとずっとついていきます。ありがとうございます。これからもそばにいてくださいね。待ってますよ。じゃあまた明日の8時、夜8時ですね。にまた配信しますので、見に来てください。じゃあそれでは、ギフトをくださった方のお名前をお呼びします。ゆうりん、ちなちゃん、ゆうりちゃん、森田たけしさん、みーちゃん、あきらさん、あかりちゃん、まこちゃん、DD 小山さん。あきらさん読んだね。うちなんちゅうさん、しまこさん、中平康介さん、黒豚さん、マングースさん。あ、やばい、目が。
だから、ふみかちゃん、ひなアットマークあかりんおしさん、お初見さん、ありがとうございます。なにわの女おきょうさん、ナンバ18さん、ももっち、2期生しか勝たんって書いてる、嬉しいね、ありがとう。親父4646さん、尊いっていうなんかアイコンがある、こんな仏像のアイコンあるんや。にゃーさん、たかさん、いや嬉しい、みんないっぱいギフトを投げてくださって。これ誰からやったっけな、このギフト、このなんかダンサブルのカラーのクマちゃんたち、誰やったっけな。じゃあランキングの方を発表させていただきます。13位ゆうりちゃん、あおかえりなさいって書いてる、ありがとう、ただいま。12位ふみかちゃん、生誕 T 買いますぜひぜひお揃いにしようね。11位あかりちゃん、10位たかさん、9位しまくさん、8位みーちゃん、ずっとそばにいるよ大好きやってきょんです。7位うちなんちゅうさん、なん鉄砲玉書いてもいいかな、鉄砲玉書いてもいいかな、どういうことどういうことどういうこと、鉄砲玉書いてもいいかな、鉄砲玉書く、うんうんごめん理解できてないです、ありがとうね。6位にゃーさん、5位ぶくろぶたさん、4位なにわの女おきょうさん、3位DD 小山さん、2位森田滝さん、1位はしげやんでした、ありがとうございます。あ、このタワーはしげやんからですね、ありがとう、送ってくださりありがとうございました。なるほど、ありがとうみんな。じゃあまた明日の8時にお会いしましょう。おやすみなさーい。名前の後に鉄砲玉って書いていいかなってことじゃないかな。あ、全然全然大丈夫よ。おやすみなさーい。バイバーイ。バイバイ。